石原知事と国民新党の亀井代表、立ち上がれ日本の平沼代表がおととい会談し、早ければ3月にも新党の結成を目指すことで合意したことが分かりました。関係者によりますと、新党は現職の国会議員70人から80人規模を想定していましたが、当初は50人程度で発足させるということです。新党は衆議院の解散総選挙を想定していて、すでに新党の綱領作りに着手しています。新党の仮の名称は新党礎で、党首には石原知事を推す声が高まっており、衆院選への出馬も取り沙汰されています。亀井氏は大阪市の橋本市長や愛知県の大村知事との連携も模索しているとみられますが、両氏は新党への参加を保留しているということです。